どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんと分け目を変えるだけでボリュームアップする方法をやってみました。あとはちょっとお人形さんでやったんですけど、これちょっと分け目変えて、まあ多少ちょっとブローを入れたんですけど、あるなんか方法、まあやり方で結構こう分け目が見えないような感じになるんですね、前から見た時に。まあ絶対どっかしら分かれてるんですけど、でもこれこの方法だとこう見た時にあんまり分け目が目立ちづらい、上から見た時もっていう方法なので、いつも分け目でお悩みの方、よかったらこの方法でも試してみてください。それでは動画を始めていきます。では始めていきます。まず分け目がパックリと分かれている状態で櫛を使っていきます。で次に分け目を少しちょっと横に変えるんですけど、変えた時にやや斜めに向かってまず分け目を取ります。で分け目を取って大体まあ2センチぐらいですねぐらいのところから、次はこの中心、ここの分け目に向かって取り分けていきます。分け目を取り分けたところで下ろしてあげると、前から見た時に分け目が隠れてる状態に見えます。でさっき分け取った髪の毛を取り分けてブラシで根元の部分に巻きつけていきます。巻きつけたところにドライヤーで風を入れていきます。なるべく中の方に入れるのがポイントです。次に冷風を入れていきます。でその次にブラシを外すんですけど、少しこっち寄りに引っ張りながら外してあげます。で手ぐしでしっかりと溶かしてあげると自然に立ち上がりが出てる感じになってます。ここでお好みでスプレーを髪の毛の中に入れ込んでなじましていけば完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ブローすることによって少し弾力が出てしっかりと一日持つようなヘアスタイルになるかなと思いますので、分け目でお悩みの方よかったら参考にしてみてください。